はい、皆さん、こんにちはって、お、なんかすごいムービーが始まった。はい、さあ、ソウとクラブセットを持って、ナイスショット。いいな、さっきムービーが。はい、映像を見ながら話しようか。はい、今回ですね、新しく発売されたマリオゴルフシリーズの最新作、マリオゴルフスーパーラッシュをちょっとね、お届けしていきたいと思ってますので、お願いします。もう何でもいいですからね。はい、今回ですね、まあ普通のゴルフももちろん楽しめるんですが、スピードゴルフという、新しいですね、競技、まあ新しい競技といっても実在する競技ではあるらしいんですけどね、リアルタイムで打って、そこまで走って、また打ってを繰り返すというですね、全く新しい、ね、マリオゴルフとしては新しい、モードが、ね、お楽しみいただけます。そしてこれ今ね、ムービーで流れているこのね、一つのフィールドにたくさんのカップがあるコースを自由に走って、競い合う、カップの数をね、競い合うというカップ争奪戦と呼ばれるモードもあります。ガオン。ほう。なるほどね。いろんなね、アイテムを駆使して、こんな風にですね、とにかく、妨害したり、有利に進めたりして、カップを目指すと。いうことみたいなんですね。そんなにすごいよくいくかね。カランカランカラン。ちなみに本来は3カップした時点で勝利らしいです。ええね。うえ。はい、あ、ということで、はい、今回もね、開発は、シリーズおなじみのキャメロットさんがですね、開発を担当しております。もう安心安全の、ね、まあ、ゴルフゲームとしてはもうね、しっかりねできてると思うんでね、もうそこは信頼できるんじゃないかと思います。はい、フリー体験マリオ世界の冒険、遊び方一人でスコアタイムでありますね。はい、今回ですね、例えば全てのコースをお見せするとかいうことは考えておりません。あくまで一通りのモードをですね、お見せできればと思っておりますので、この、通常のゴルフ、スピードゴルフ、そしてカップ争奪戦、これらをですね、手早くお送りできたらいいかなという感じで、考えております。さあ、まずはね、とりあえずは基本ゴルフの基本をね、まあ、お送りするということで、スタンダードゴルフを撮影していきます。あ、スイング操作もちょっと後でやってみたいですね。はい、コントローラーは1個、勝敗は、スコアで勝負、ホールごとの勝ち数で勝負、スコアで勝負しましょうかね。ホールごとで勝負したら多分ね、3ホール中2ホール取ったらもう終わりみたいなことになっちゃうんでね。あ、全員同時に打つとかある。あ、1つの画面で同時に遊べるプレイヤーは2人までですとなっておりますので、2人プレイの時は同時に打てるけども、まあ、4人でやる時は多分2人打って残りの2人が次打ってということになるんですかね。まあ、いずれにしてもテンポよく楽しんでいただけるのかなというふうに思いますね。はい、ちょっと全員同時に打つでやってみましょうかね、せっかくなんで。はい、コンピューターを含め、あ、じゃあちょっとコンピューター1人だけにしましょうかね。はい、さあ、キャラクターもね、いろいろ登場します。あ、下に必殺技が書いてますね。着弾回り吹き飛ばし、地面に氷を張る、落雷でちょっと妨害、着弾回り吹き飛ばし、直線上に吹き飛ばし、なんかいろいろありますね。どれがいいやらわからんな。ボム吹き飛ばし、ひとまずマリオでいきたいと思います。あ、待って、クラブセット変更とかあるな。あ、でも音があれだからダメか。はい、右利き左利きもね、なんか選べますね。これマリオテニスでもおなじみの要素です。はい、マリオ、
まあ、せっかくなんでライバルということで、まあ、ワリオにしてみようかね。あ、クッパでもいいかったけどね。まあ、いいや。はい、選択コース、いろんなコースがありますけども、ハテナがありますので、最初は、限られたコースしかお楽しみいただけないようです。おそらく、遊んでいくうちにね、増えていくと思いますんでね。はい。おー、すげえ。ちゃんと、こうやって見えるんですね。もうこの時点で、おおよそのコースの形がわかりますね。はい、まあ、先ほども言いましたが、すべてのコースを紹介する、動画にする予定ではないので、ちょっと3ホールで、サクッとお見せできればいいかなと思っております。あ、スタートするホールまで決めれる。細かい。あ、ワイホールランダム。あ、これもいいですね。風の強さ、スーツ最強ね。これでね、難易度も変わってきますからね。スペシャルショットありにしておきましょう。はい。はい、おー、ちゃんとショットの打ち方もね。もうこれ全部説明してくれますね。はい。まあ、いろいろね、やりながら試していきましょう。よし、スタート。さーて。ホール1。風速は1メートル、6.6 メートルの打ち下ろしです。細かいね、風の向きのあれはね。Ready?すごいね。おー、ワリオが先にいきなり行きましたね。あ、これジャイロ操作ですね。ジャイロ操作で、あ、左スティックの操作も可能です。はい。これ全体図はどうやって見るかな?違うな。待ってよ。レッドボタンを試して、あ、これですね。X ボタン。これがまあ一番ね、あ、わかりやすいかなと思います。はい。早いね。ちなみに、別にスピードゴルフじゃないんでね、今回は。急いで打つ必要はありません。じっくり考えてね、打ってください。そして、A ボタン。A ボタン。で、もう一回 A ボタン。これですね。はい。あ、あれなんで、今回ゲージが戻るんじゃなくて、一回ゲージ止めて、もう一回下からゲージが伸びる。で、止めたところでぴったり止めたら、ナイスショットということになるみたいですね。はい。さあ2打目ですけど、これね、ゲージが曲がってますよね、左に。これは要するに球が、軌道も左に曲がりますよということをね、教えてくれてます。なので、それに合わせて、ちょっと右側にね、ずらす。っていうのがね、必要になってきます。そして、全力で打ったら、とんでもないところに行っちゃいますので、ああ、だいたい真ん中ぐらいでね、力で打てばいいんだなっていうのをここで、見定めて、結構まあ、ゲージの中に旗があるから、それを参考にすればいいです。でもね、旗のところで飛べたらちょっとね、飛びすぎるんですよ、多分。だからちょっと手前。これぐらいですかな?どうだ?ほら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 、いい感じ。おお思ったより大きかったね。はい、そしてパターですね。まあ、目の前すぎるからこれはもう、あ、タップインで入れてくれるみたいです。はい、バーディーでございました。ちなみにワリオはボギー。ね、バーディーとかボギーとか言い方をしますけどもね、各ホールにはですね、例えば3打で入れる、3打以内に入れる、4打以内に入れるとかね、決められてます、ルールがね。はい、例えばホール2、これはですね、左上に書いてます、パー4って書いてます。このステージは、お、なんか技使った。すげえ。なんか飛んでった。すげえ。はい、強く打とうとするとビリビリしますよ、言われても困るんだけどな。まあいいや。打とう。つまり4打で入れたら標準のスコアということになります。強く打とうとするとビリビリするって言ったけど、どうなんだろう。打てたよ。あ、ちょっと伸びる。あー、大丈夫か。はい、気合い。でもみんなで同時にできるはテンポいいですね、確かに。お、そして L ボタンでスペシャルショットが使えるけど、今使ってもな。ちょっと待ってくださいね。これぐらいでいこうか。あ、でも、強く打ちすぎたらなんかね、変な黄色い斜め線が入ってますね。あそこには入らない方がいいみたいですね。ということは、あれに入らないように止めて、
手前で落としてしまえばいいね、確実。ああ、でも入んねえじゃん、それだと。まあいっか。じゃあですね、ちょっと弱めでいきますよ。はい、こんなもんかな。ああ、通り過ぎた、たったった。ああいうときにバックスピンかければいいんだよね。はい。はい、傾斜をね、ここでしっかり見る。これはね、今回まっすぐだからいいんですけど、例えば右にね、斜めになったり、左斜めになったりした場合は、まあ、そういう、そっちの方向に球が転がりながら前に進んでいくので、それを、どれぐらい転がるかを読んで、打つ必要があります。パターではちなみに1回だけ押せば OK。うん。旗より少し強めに打つのがよろしいと思います。はい。スコアは先ほどと変わらずですね。で、これパー3で終わりの予定です。パー3じゃなくて、ホール3で終わりですね。3番ホール。パー3なので3打で入れると0点。ゴルフはちなみに、得点が低いほど良いスコア、成績になりますんでね。うん。マイナスの方がいいですよ。では、スーパースターストライク。なんなんかわからんけどね。お、すげえ。あ、一回押しただけで打ってくれた。あ、ピタッと止まってくれるね。なるほどね。はい。これね、目ではすごく分かりにくいのですけども、ね、地形の形を示してくれてる線が少し右側にこう動いてますよね。これちょっとだけ右に傾いてますよっていう印なんですね。なので、ほんのちょっとだけ左側に。ほんのちょっとだけ。これでいいんじゃないかな。これで打つ。すると、ほう、ちょっと右に曲がって入るということですね。はい。こういう感じでございます。はい、今回サインホールだけなのでね、おしまい。そんなでかい数値出されても困るんだけどな。はい、まあね、今回3ホールだけですけども、まあね、18ホールでもね、どんなコースでも基本的なことは同じです。はい、ですね、ちょっとスイング操作の方もちょっとね、試してみたいと思います。はい、ジョイコン1個を使います。はい、ジョイコンの持ち方ですが、左右どちらの手でも楽しめます。ストラップをね、つけていただいて、これどうやって握ってんだ。左手でちょうど SL ボタンがあるあたりがに親指が来るように持つんですね。はいはい。だから手のひら側にスティックが来て、反対側に ZL ボタンが来る感じになりますね。はいはいはい。はい、でここで改めてセットし直して、はい、ここで OK を押せばいいのかな。はいはいはい、なるほど。ジョイコンを左手に握った場合の、あ、これ、あ、右手でもね OK ということみたいです。素振り、 L ボタンで素振りができます。で SL ボタンでショットボタン、SL ボタンに親指を添えて側面が上になるように持っています。で、ジョイコンを上下に動かしてボールを食らう。あ、上下に動かす必要もあるんだ。なるほどね。で、SL ボタンを押したままスイング、押したままスイングですね。はい、あー、なるほどね。振り上げ具合でパワー調整ができます。はい、これでちょっとやってみましょうか。難しそうだね。あ、でも俺左手より右手で持った方がやりやすいかもな。これはね、どちらでもね、お好きな方でやってみてください。あー、すげえ。まず上下動かして、あとまず L ボタンで素振りをしますね。なんか落ちた、ちょっと待って。素振りしますね。今なんかすげえ曲がってるな。なんでだろう。
しょ。難しいね。ちょっとまあじゃあ試しに一回打ってみますね。本番。あ、いけた。いけた。いい感じ。あ、でもバンカー。大丈夫？あー、バンカー。あー、ラフに落ちた。まあまあ、まだまだまだ。あ、でも、思ったよりいい感じだった。いいじゃん。あ、でもちょっと強すぎるかな。こちらにバックスピンとかはどうやって書くんだろうな。なんかあるんだろうな、方法は。あ、ラフに入っちゃった。これでちょっとやってみようか。あ、結構強いな、これでも。この振り具合ですよね。スイングの速さがね、結構ね、強さを決めてる感じがあるみたいですね。よし、これでいってみよう。あ、ちょっと強い。あー、通り過ぎた。やっきったよ。はい、気を取り直していきますよ。こんぐらいでいいね。あー、ちょっと弱い。これぐらい？よし、行こう。方向的にはちょっと左かな。お、いいじゃない。あ、あ、あ、そうか、むずいね。これはもうちょっとね、飛んでいきましょうかね。はい。やっぱりあれですね、ボタン操作のようにはいかんですね。でも楽しいですね。まあ、ウィースポーツとかでね、あのリアルでね、振ってスイングして楽しむモードっていうのはね、まあ、当たり前のようにね、楽しめるようになって、まあ、リアルゴルフでもそのね、要素が取り入れられたっていうのはね、まあ、非常によろしいんじゃないかと思いました。はい。ちょっと待ってよ、もうちょっといい成績出したいな。これね、あの、十字ボタンの上とか下とかでね、あの、いわゆる普通のボタン操作でもご覧ね、利用していただける、この、サーチのやつとかね、あとね、上から見る図とかね、ちゃんと利用していただきますので活用しましょう。よし、まあ、このままいっちゃうよ。ナイスナイスショット。あー、ちょっと弱い。あー、いいよーこれー。うーん、あ、でも思ったよりいいところに薄いつけたね。ナイスオン、ナイスオン。はい、まあ近いからといってこれ油断しないようにね。強すぎたらね、どっか行っちゃいますからね。 OK！ いいじゃん。あ、いいわ、楽しいわ。まあ私元よりね、ウィスポーツも結構好きだったんでね。全然。お、そう、もう最後のホールですけども、ちょっと天候がよろしくないということは、ちょっといろいろと影響がありそうですね。あ、ちなみにあれですね、スイング操作の時にはスペシャルショットが、使えないみたいですね。ゲージの概念がありませんのでね。はい。あのね、本当に綺麗にさえ振れば、多分誰でもナイスショット出せそうな気がします。多分ね。あの、思ったより、あの、なんだろう、厳しくないというかね。風がちょっと強いから、ちょっと左に、右目に行こうかな。あ、高さね。高さをちゃんと合わせて。ナイスショット！よっしゃ！大きな横を通り抜けて。音がいいね。ふん。さあ、残り66。はい、ちょっとね、地面が右に傾いてるので、右に飛んでいくことを想定して、結構左側に。で、風もあるんでね、風は、奥側に向かって3メートルということになるので、思ったより強く打たない方がいいかもしれないということが考えられます。
ということはちょっと手前ぐらいか。ちょっと素振り弱い今ぐらいかな。あ、強い。ちょっと強かった。でも雨だから多分ね、球があんまり転がらないと思うんだよな。転がるね。はい、さあバーディーです。で、雨なので球が転がりにくいということは、このパットのもですね、比較的強めな方がいいです、確かね。うん、まあ、それでも限度はありますけどね。それは強いな。ぴったしだったら多分入んないんですよね。これかな。でもあ、いいんじゃない。よっしゃ、ナイスボール。あ、いいんじゃない、悪くない悪くない。はい、ということで成績はマイナス1。思ったよりいい成績が出せましたね。3ホールでマイナス1。はい、オッケー。あ、これ丸ボタンで早送りができるみたいですね。丸ボタンじゃない、 A ボタンね。はい、これがスイング操作でございます。はい、続いて本作のね、目玉でありますスピードゴルフ、ちょっと行ってみたいと思います。打ってからボールの場所までコースを走り、カップインまでの速さを競います。一年ごとに30秒加算されますって書いてますね。なるほどなるほど。はい、ボタン操作、あ、これもスイング操作いけるみたいですね。これでスイング操作はなおのこと大変そうですね。あ、あ、同時に、あ、そうですね。はい、ホールごとに順位が高いほど多くもらえるポイントの合計ですね。あー、なるほどね。ホールごとに決着をつけていくタイプと、あー、すべてのホールを回る合計タイムできそうか。あー、なるほどね。こっちは1ホールごとに結果が出る。こっちはすべてのホールの合計タイムできそう。という形になります。こっちでちょっとやってみましょうかね。はい。で、これは人数が多い方がいいですから、コンピューターいっぱい入れちゃいます。数字マリオいきますね。じゃあ、ランダムでいきます。誰でも来い。あ、誰が来るか見せてくれないのか。まあ、今回もちょっと3ホールでやってみたいと思いますが、ちょっとスタート地点を変えてみようか。ランダムにしてみます。うん、続いて、あ、スタート順のハンデとかある。ああ、そういうことか。はい、みんな取りがいいですね、これは。はい、ほら、でもね、あんまりもたもたしてられませんよね。ホール18からスタートってどういうことよ。また極端な。お、この間に見とけばいいんだ。あ、待って、あ、バカ、ちゃう、待って、ミスった今。で、走るわけですね。 D ボタンを押すとダッシュができますけど、スタミナゲージを消費するみたいです。これさ、いっそさ、最初弱めに打っといてっていうのもありなんじゃない？あー、すげえこれ、なんか不思議。ちょっと面白いけど、これちなみにバンカーだと足取られるとかあんのかな。あー、遅い遅い。なるほどね、それも考えなきゃいけないんだから、走るルートも考えなきゃいけないですね。ちょっとスーパーバックスピンにしてみました。多分入んねえだろうな。うわ、マジか、みんな早いね。あー、ちょっと、はははは、そう、焦ったら入らないよね。なるほど、これはやばい。あ、でもどちらにしても1ホールごとに終わるまで待たなきゃいけないのかな、この感じだと。ずっとぶつけでね、次のコース、次のホールってできるわけじゃないみたいですね。あくまで1ホールごとに1回ずつこうやって結果が出るみたいですね。はい。ということは、今3位か、出遅れてるね。もっとちゃっちゃかいかんよね。はい、次はホール13。
そう、このレディって言ってる間にもうね、見定めといてのうつ、そしてダッシュ、なんならこれを使う、よっしゃ。あ、でもスタミナすげえ消費するね。そしてなんなら、あ、ちょっと超えてるし、はい、でキップにしないかな、そのまま。あ、できない、オッケーオッケー、早かったんじゃないですか。二人とも悲しいミスの仕方をしてる。あー、ポギン。それじゃダメだよ。そう、今回ねポギン市長がね参戦してますからね。さあ、こっちでは1位取れたけど合計では、あ、すげえ、今悪い人と全く同じ。よし、これじゃあここが最終ホールですね。ホール7ホール目です。7番ホールですね、パー4。これ勝負を決着をつけます。あ、待って、木があるな、これちょっと今木があるから左側に打ちました。スペシャル能力のあ、スリップストリームとかもあんの。ワイオカートじゃないですか。すげえなー。しかし、ちょっと右に曲がりそうだったので左目に打ちました。え、ピコン大丈夫、ちょっと超えちゃったのかな。テレサの後ろからスリップストリーム、もうパターでいこう、ちょっと強め。あー、いかんか、早く早く、オッケーオッケー。うーん、難しいね、焦るね、やっぱりリアルタイムっていうとこがね。うーん、お、でも悪い日再開だっていうことは、おそらくはどうかな。うん、そんな綺麗に同着になるかね。まあまあ、たまたまですけども。はい、マリオとテレサが同着でしたということでね。本当にテレサはもう昼間に出てきてもおかしくなくなっちゃいましたね。はい、これがねスピードゴルフでございます。あ、でもいいですね。こう、まあ、テンポよく楽しめるっていう良さもありますし、やっぱり一味違うというかね、より素早くコースを読んで、ババババって選択していくところが大事ですからね。そして、まあ、今回はそうでもなかったですけども、走ってる最中、ボールのところまで走ってる最中の駆け引きもあると思います。ね、他のプレイヤーの邪魔をしたりもできますので、そこら辺もね、楽しみの要素の一つかと思います。まさかスリップストリームがあると思わなかったから、あれがびっくりしたけども。はい。さて、じゃああとはちょっとカップ争奪戦やってみましょうかね。はい、カップ争奪戦でございます。一つのコースに用意された9つのカップを早い者勝ち、カップを3つ選手した人が勝ちになります。あ、ミーは魔女世界を冒険をクリアで使えるようになるということみたいです。なるほどなるほど。はい、これもスイング操作できますけど、今回ボタン操作できます。はい、これもまあ人が多い方がいいからね、4人でやってみますね。今回ヨシで行こうかな。なんだこれ。コースがいろいろあるみたいですね。駆け引き重視、ハプニングありなし。1分ごとに様々なハプニングイベントが起きます。面白そうじゃんそれ。かなり重視は少ないコース、じゃあ高い。あー、なるほどね。だからこっちはコースが簡単だけど、だからこそみんな例えばいきなり近いところを狙ったりとかすることがあるから、他のプレイヤーがどこを狙うかを見込んで先回りするか、あえて他のホールを狙うか、他のカップを狙うかっていうね、駆け引きが必要になるということなんですね。でテクニック量次第はもう単純にコースが難しいから、まあ、駆け引きもあるんだけども、それ以上にそもそもカップにできるかどうかっていうところが難しいということみたいですね。はい、じゃあ駆け引き重視のハプニングありにしてみます今回は。はい、
さあどんな感じに画面映るのかな。よし、あえてまずこっち俺狙う狙う。はい、これもスピードゴルフが来たで走ります。走り、あ、ハートカットなんかわ、ワン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 、ちょ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 、ワンワン、あー、ちょっとこら今、ワンワンが弾いた弾を。ウィーがまず1つ目のカップ、あー、地形がむずい、これは入れにくいパターンだ。ところがどっこい、よっしゃ。で、これは、あ、こっからさらに打つ。はい、2回目いきますね。2つ目のカップを狙います。オッケー、バウ何が今爆発したよあ、ボム兵がいる。そっか、ハプニングが起きたのかな。あ、ハプニングのあれだね、時間が出てますね。何が起こるかわからないってね。卵ラッシュ、お、ナイス、ナイス、ナイスキップイン。で、あ、あ、あ、これか。よし、これでどうだ。ナイス、ちょっと。ガラ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 。はい。急げ急げ。このプレイヤーがどんな感じかわからんから。とにかく早く。入ってない、早く早く早くわあ、そして難しい、これぐらい、お、なんか飛んできた、そうさせん、あー、ちょっと、あー、ちょっとあー、俺のボールがムカつくね。そのまま入ってくんないか、入ってくんないね。あ、弱い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 、ちょっと待って、早く終わらせて、オッケー、おお今最後最後ご利用しだったはい、ということで、あー、なるほどね、傾向がわかりますね、他のプレイヤーの。あ、これ面白いわなるほどね、これコースの形はもしかしたら毎回ランダムに変わるんでしょうかね。あの4種類の中からね、そのタイプを選べましたけども、微妙にコースの変化、もしくはギミックの位置関係とかがね、あの変わったりするのかもしれませんね。ということは何回でもね、繰り返し楽しんでいただけるんじゃないかと思いますけども。あ、これ結構思ったより、しかもこれこそね、なおテンポよく楽しめるかなって感じですね。今3つのカップ争奪で、そんなに時間かからなかったし、5分もかかってないかなと思いますんでね。普通にゴルフを楽しんでいただくよりかは、圧倒的にテンポよく楽しんでいただけるんじゃないかと思いますんでね。うん、これはいいですね。うん。なんか、ゲームらしいゴルフゲーム。なんだろう、新しいだけど、ゲームらしいゴルフっていう感じがします、本当に。はい。はい、ということでいかがでしたかね。一通りのモードをね、とりあえず一つのパートでお見せしてみました。うん、スピードゴルフは、まあね、元に来たの人だと思ってたんでね、私は。いいですね。あ、でもカップ育てるのが俺好きかな。いや、短時間でね、楽しめるというのもあるし、単純に駆け引きも面白いし、で、ハプニングも結構あるから、本当にゲームらしい。ゴルフゲームというよりは、本当にゲームを楽しんでるっていう感じの内容。まあね、ゴルフゲームとしてはだいぶ砕けた感じのね、ルールではあるものの、私は結構嫌いじゃないかも。マリオテニスとかはね、あんまりこう砕けたルールになるとあんまり好きじゃなかったりもしましたし、マリオゴルフでも私ね、あんまり例えばコースのギミックが露骨すぎたりしたらちょっとって思ってた時期もあったんですけども、結構カップ争奪戦は割と今楽しく遊べたかなって感じがしますね。なんかいい落としどころだったんじゃないかなという気がしました。はい。さあ、とりあえずね、今回のパートここまでにするんですけど、もう1パートだけ使って、こちら、ミニを使ったマリオ世界を冒険というのをですね、少しだけお送りして、まあそれでね、もう私からのマリオゴルフの動画は、まあ一段落させてもらいます。はい。
なので次のパートもよろしければ楽しんでいただければと思います。はい、ということで、このパートを終了します。マリオゴルフスーパーラッシュのプレイ動画、次のパートに進みます。